銀行が資金調達コンサルやりますって言って、自分とこ以外の銀行にね、じゃあ声かけますみたいなこと言って、独自性俺たち持ってるんですみたいなこと言って、もうお前どっちの味方なんやみたいなね。熱血コンサル基礎産業、中国銀行コンサル会社を設立、専門人材と地域に伴走支援。伴走支援がこれから基準になるからな。うちも伴走支援とハンズオンが多いからな。やっぱ今もう50社になってんのかな。確か問い合わせどういう風になってるか俺もよくわかんないんだけど、もう会長職だからね、もう社長がみんなやってるみたいなんだけどね。まあなんかあったら言ってね。コンサルって儲かる儲からないで言うと、まあ、儲かるんだけど、銀行がなんでコンサルやらなかったのかなって言って前から思ってんだよな。ごめん、実は言うと俺だと銀行員時代から割とコンサルやってたから、まあ、俺の知ってる人でやっぱ副業でコンサルやってる人っていうのは割といるよな。でそこからまあ一人コンサルやってるっていうのはね、独立してっていう先輩方もたくさんいるんだけど、やっぱりまあそういうコンサルを立ち上げといて、まあ、コンサル会社が作るビジネスプランに対して審査はこう審査するみたいなね、っていう形がまあ今後増えてくるのかな。あれ確かあれだよね、北海道の北洋銀行さんがね、なんか21世紀なんとかっていうコンサル会社がいてさ、でそこがあれじゃん、私的債務整理後の会社とかになんか融資するのにね、計画書をそこで作ってみたいな会社結構ちらほら見るんだけどね。だからやっぱり今後そういう会社増えるんじゃないかなというふうに思いますよね。うちとは結構色分けできてるんだけどね。だけどその他のまあ銀行系の計画書作ったりだけみたいな会社だったらちょっとしんどくなるのかなというふうに思いますよね。銀行子会社のコンサル会社ということなんですけども、分業化することで銀行は貸金に特化する体制になるんでしょうか。いやこれは違うんだよ貸金に特化するっていうか、もともと地銀ってもうマクドナルド化してるから、もうパッケージングできてんだから。まあ逆に考えたら優秀な人間がコンサル会社に行って先にどうやって返すんですかっていうところを作っちゃうっていうのがあるかもしれないよね。それに対して提携商品が使えるか使えないかっていうのを見てから、こうパッケージングでこうどんどん入れていくみたいなね。だからリテールを育てるっていう意味ではやっぱりこういうコンサル会社があったら、銀行直属でねあったらいいのかなというふうには思うよね。ただね、コンサルって難しいことがあって、どこにまあ特化するのかっていうか、俺もなんか最初独立した時にはね、まあ、M&A 仲介業者だったんだけど、山本さんは何のコンサル会社なんですかとかってよく言われてたもんな。で自分でも答えられなかったんだろう、だって実績がなかったから。でもなんか俺知ってる人でね、まあ、某四国地方の女の人なんだけど、35、6ぐらいなんじゃないかな。でコンサルですって言うんだよ、独立して。私コンサルなんですって名刺交換したらね、コンサルですって。何のコンサルなんですかって、地方創生コンサルですって言うんだよね。地方創生コンサルって何やるのって聞いたら、大したことやってないんだよヘッドオフィスに例えば香川県のね、こういうとこ工場があるとかいうようなとこ誘致するとか、そういう仕事なのかなとかって思ってたんだけど、なんか地方のそういうなんか商品をこっちになんか東京のアンテナショップとかに出してあげるだけみたいなね、そんなのコンサルって言うんみたいななんか思ったんだけど、一人で食っていくには食っていけるんだろうね、やっぱりね。なんかそういうふうになんか、まあ、特殊性というか色があれば、まあ、生きていけるんだけど、やっぱ銀行ってもともと色ないじゃんかだからそういう意味で、じゃあ銀行が資金調達コンサルやりますって言って、自分とこ以外の銀行にね、じゃあ声かけますみたいなこと言って、独自性俺たち持ってるんですみたいなこと言って、もうお前どっちの味方なんやみたいなね、株主だからさ、からそういうふうになんか詰められてきたら、なかなか将来歪みが出てくるのかなというふうなことはちょっと問題点としてあるのかなと思いますよね。将来的にはコンサルが主導で顧問先を引っ張りながら、資金が必要な時に銀行に相談するというコンサル主導の形になっていくんでしょうか。まあそこだよな。一つだけそれ基準があるんだよ。銀行が資本を打てるかどうかだよな。これ日下さんもよく言ってたんだよな。まあ例えばよ、まあ、2000万の債務超過があって、まあ、7000万貸しとったとしようか。そうするとこの2000万円部分っていうところを、要は融資から資本に切り替えなさいみたいなね。でそれによって自分がその要はハンズオンで参入するみたいなね、いうのを今後多分まあ
やる会社が増えるのかな。だけどコンサル会社はできるけど銀行員ができないことがあります。これは何なんでしょうかというと、自分で自分のお客さんを紹介できるかできないかなんだよ。これはね、そこのリスクが取れないんだよな。うちの会社の場合だったらみんな俺にめがけてきてるんだよね。俺が紹介するっていうことになっても、まあ別にこの人が紹介する話だからってことで話はまあ聞くじゃんか。まあそこからうまくいくいかないいうのはたくさんあるんだよ。だけどこれって結局まあ、あの元々ずっと俺がこういう考え方っていうのを YouTube で話し続けてるからできるんだよね。だけど銀行の場合ってそうはいかないんだよ。じゃあこのお客様を紹介しますみたいなことがあったとしようか。そうするとそのね、もともとあった既存の取引先と同等のところを紹介するってことなので、シェアを奪われるってことでしょ。でそこもなんか同じ銀行、自分のところの銀行と取引しとったということになるとみたいなね、ことがあるわけよ。難しいと思うよ。俺がね、まあ、H 銀行時代に我らがね、水害と渋滞の町三原市が誇る某ね、まあ、製造業の会社があるのよ。必ず使う商品があるのよ。でそれをその、まあ、素材というか材料があってね、それはまあ実を言うと某都内の方の支店がね、まあそのお取引をしたというのがあったわけよ。だけどそれがね、まあ某ね、都市圏の別の支店から、例えば10億円の取引をするのに、じゃあこの要は会社を紹介するからみたいなことを言っちゃうんだよな。俺だよ、 H 銀行のそこの担当誰なんだ、三原支店担当誰なんだってことが俺になるわけよね。もしはまあその要は紹介しろみたいな話になるわけよね。でそれをだからまあ上司と相談してさ、でもこれってこういう問題あるよねみたいな話になると、先に今専務とかと話しとく、話だけ聞いといてからも断っといてくれみたいな話になるから、結局そういう風になるんだよ。だから市場のその、例えばうちだっても50先って限定してる理由ってそれなんだよね。やっぱ同じ業種行かないからさ、同じ業種行くのであればちょっとずれたとこを、ね、取っていったりとかっていうことはやるんだけど、市場の中で競争する、同一地域で競争するとかね、そういう風なことがあったらまずいわけよ。だからまあそういうことを紹介するっていうのは銀行はもともとやらないっていう風習なんだよね。だからそこの中からこうマッチング手数料を取る取らないみたいな、と取ったのはいいけどね、逆に言うと長続きせんかったみたいなことになったらね、 H 銀行はね、多分取引高の 1% を1年間にわたってくださいみたいな話が多かったな。そういうのはやっぱコンサルでこうマッチングマッチングとかってよく言ってるけど、マッチングで取るっていうのはやっぱ難しいと思うんだよ。コンサル主導でっていう風になっても、そこは多分ちょっと俺だったらやっぱりいかない。まあ自分が今ね50近くになってからあえて弱いところで勝負しないっていう風に思うからなんかもしんないけど、やっぱりそこは難しいのかなと思いますよね。ということでね、まあ今回はまあ銀行がコンサルにまあ入ってくるっていう話なんだけど、あの今後はやっぱりいろんなコンサル会社増えてくると思います。そういう中でもまあうちはあの資本と融資が打てるコンサル会社っていうことで、他の会社とまあ色を分けてるんですよね。その中でそのまあうちが結構大事にしてるっていうのが、うちのまあその潜在的な顧客なのかどうかっていうところを結構見てます。やっぱりある程度こうコンサルでブラッシュアップしながらやっぱり資金をこう入れて回していくっていうことをやりたいと思っているので、今あの1万2000円のメンバーシップやってます。あの4人1組でやってるんですけども、逆にあのお金があの資金運用に困ってるとかね、例えばあの今あの不動産系の人とかもたくさん入られてますね。なんか他に不動産以外でいい儲け話ないんかとかね、まあそういうふうなことも結構あのやっぱり50社ぐらい顧問があってね、50社ぐらいグループコンサル先があればいろいろマッチングできてきます。まあここの部分はどんどん増やしていきたいと思いますので、ご興味のある方はね、あのこの社の概要欄にリンクを貼っておきますので、お問い合わせいただくと私自らご説明したいと思いますので、よろしくお願いします。それで今ね、資金調達に悩んでるとか、あの赤字体質から抜け出したいとか思ってる方がいらっしゃれば、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。